ございます。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はごぼうのサラダを作ろうと思います。少し柔らかくなるまでゆで卵を茹でている間に材料を説明します。いりこま、ごまですね。そして味付けにマヨネーズとポン酢、そしていろいろお野菜があるのでセロリ、人参、大根を入れてみようと思いますが、きゅうりも入れると美味しいですね。人参を入れるのを忘れていました。ここからですが、ブロッコリーに人参を少し入れます。塩、大根とセロリは水気が出やすいので塩をして少し本来置いて絞ってあります。すると皮が立ってもサラダはベチョベチョにならないのでお水も出なくて美味しいので、ちょっと手間ですがお塩をして置いときます。塩をするとお水が出てきました。これをギュッと絞り、ギュッと絞るとこういう風にお水が切れてます。ここまで焼いたごぼうと人参を出します。少しポン酢で味付けします。そしてマヨネーズを入れます。甘みが好きな方はお砂糖を入れます。味を入れます。これで完成です。美味しいですよ。買ってくださいね。